かし相変わらず見ないは食うな。女性誘っての食事代じゃないぞ。だから安い店にしようって言ったじゃないですか。あのレストランって予約がなかなか取れない人気店なんだぜ。なのにメニュー見るなり大盛りできますかって聞くか普通。しかもコースなのに追加オーダーバシバシ頼みやがって。ったく、あれだけ頼めば先輩も割り勘にしろって言い出しやすいと思ったんですよ。なんなら今からでも私の分は出しましょうか。バカ言え。誘っておいてそんな恥ずかしいことを絶対に言えるかっての。どうしました？いや、そういや部活帰りとか生徒会仕事が終わった後とかに、見ないにはよくこうやっておごらされたなってさ。もっとも当時はたこ焼き、イカ焼き、お好み焼き、焼きそば、粉物ばっかりだったけどな。あの当時は100円あれば結構お腹いっぱい食べられましたからね。今の学生の子たちはどちらかというとハンバーガーとかが主流みたいですよ。時代の流れだよな。24時間営業のコンビニで夜食を買うなんて当時じゃ考えられなかった。おかげでいろいろ苦労させられたぜ。ですね。結局ご飯もパンも全然なくて、がっかりして戻ろうとした私に先輩がそのラーメンをくれたんですよね。食べかけの。嫌な言い方するなよ。あれは俺が先生たちの監視網を突破して宿舎を抜け出した末に閉店した乾物屋に頭下げて手に入れた苦労の戦利品だったんだぞ。それを半分、いや二口しか食ってないのにお前に譲ったんだ。土下座で感謝されても罰は当たらなかったと思うけどな。先輩のファンクラブには随分恨まれましたよ。何度否定しても全然信用してくれないんだもの。ちゃんと見ていればそうじゃないって分かっただろうにな。まあ俺はあんまり否定しなかったからな。え？始まりはなし崩しでもそういう関係になってもいいかなって思ってた。嫌いじゃなかったしさ、未来のこと。あ、もしもあの時。昔はよくこうして一緒に帰りましたね。ああの割に何度デートに誘っても全然乗ってこねえんだもの。他に好きなやつでもいるのかって何度も疑ったぜ。あの時は部活に夢中でしたから。
大会があるたびに自己ベスト更新するのが楽しくて、他に遊びたいと思ったことがなかったんですよ。でも、とにかくあの時の私は陸上を選んだ。それでいい。それもそうか。あの頃のミナイは走り高跳びに命を懸けていたからな。知ってたか？最後の大会の時は大学陸上部の監督が何人も見に来ていたんだぜ。それなら友達が後で教えてくれました。顧問の先生にも言われましたよ。推薦の話がいっぱいあるって。でも私は自分の記録を更新することだけが楽しくて、それで大学に行くなんてあんまり考えたことありませんでした。陸上で生計を立てるつもりでもなかったのに、なんであんなに必死だったんだろう。だから学生時代は楽しかったというより楽だったかな。その点、塚田先輩は真面目でしたよね。政治家になるって大きな目標を持って。そのためには、いい大学に行って、勉強と同時に人脈を築いていくんだって。そんなこと言ってたっけ？言っていましたよ。私覚えています。そして大臣、果ては首相になって、大きな権力を持って、いろんな人を幸せにするのが夢だって。夢か。それを信じてた頃もあったな。うまくいっていないんですか？今の秘書の仕事。いや、順調だよ。千葉先生は来るべき総選挙に向けて気力充実。選挙事務所も準備万端。長年支持してきてくれた人も多く、実績もあって盤石の構えだ。次もまた大臣か。うまく進めば副総理クラスだな。すごいですね。あ、となると次の選挙は塚田先生の出番ですか？俺？まだまだだよ。代議士に名乗り出ようにも上はいっぱいで、下はわずかに残った空席待ちだ。しかもお偉い方が居残れば居残るほど、その数は年々減る一方。俺の出番はいつになったら回ってくるのやら。先輩。議員先生と一度でも呼ばれたら、なかなか自分からはやめられないものらしい。生徒会のように。毎年の代替わりってわけにはいかないのさ。だけど、そういう古だぬきどもをバッサバッサ切っていくって言ってませんでしたか？先輩の好きだった鉄血宰相のように。
おいおい、そりゃビスマルクの方だろ。プロイセンの。俺が好きなのは。覚えていますよ。絶対王政を打倒して議会政治の基礎を作ったイギリスの政治家ですよね。でもそんな剛腕の人でも最後は独裁者になって議会そのものをなくしてしまった。そして自分の息子が同様の支配体制を築くことができるよう世襲制を固めた。そう考えると正しい政治って何なんだろうって感じます。そうだな。未来はむしろ彼のやったことは革命じゃなく簒奪、クーデターだって言ってたしな。彼の功績すべてを否定するわけじゃないんです。だけど血が流れない革命が本当にあるのだとしたら、それが一番理想的なんだと思います。確かにな。だが民主政治ってものが定着していない状況では、それもやむを得ない一つの選択肢だった。結局自分から精力的に考えて動くことのできる人間なんてそんなにいない。できれば誰かに任せたいし、責任を負わせて従うだけってのは楽だからな。まして意見の違う相手を説得することがどれだけ大変か。自分がその立場に近づいて改めて痛感するよ。ですね。さっきから全然警察の話題がない。さてどうするか。このまま彼の車に同乗したらどこに連れて行かれることか。なあ、見ない。あ、はい。ローウェル社のことをどこまで調べた？あ、塚田先輩。俺は運命って言葉が嫌いだ。
自分の努力とか才能とかに頼らず、チャンスは誰かの意思で用意されるものって考え方は、ただの怠惰か意思の弱さからの言い訳だと思ってきた。だけど、今は少しだけ、考えを改めたい気になっている。こういう形で、昔の馴染みが俺の前に立ちふさがることになるなんてな。見ない。お前が刑事になっていたことも驚きだったが、まさかローウェルの一件にまで絡んでいるとはな。神様ってのはよほど性悪で、俺たちに茶番を演じさせるのが楽しくて仕方ないのかもしれない。やはりそうなのですか。あなたは半年前に会った時にはすでにこの一件に関与していたのですか。そうだな、かれこれ5年か。修士課程を修了して千葉先生の選挙事務所で働くようになってから、いろいろなことに関わってきた。その中の一つがこれだよ。塚田さん。なぜですか。あなたは正義感の強い、高い理想を持った人だとずっと思ってきました。政治家になるのも名誉や財産のためじゃない。昔持病の治療代を払うのに苦労されたご両親を見て、弱者のための医療保険制度を確立する、そのために政治家を目指されたと聞きました。それがなんでこんな偏説を。今回問題を引き起こした薬は現在でも国内未認可の薬、しかも欧米では禁止にもなったものです。過去にはその危険性を知らずに服用したたくさんの患者が異常を発症し、大変な事件を起こしました。そして今もなおその副作用で苦しんでいる人が数多くいる。しかもその臨床データはさらに危険な薬の開発へと利用されているのですよ。さすがによく調べたな。アルファベットプロジェクト、次世代兵器の開発の一環で人間の精神に影響を及ぼす化学物質の研究が今防衛庁と厚生省の肝入りで行われている。雛見沢にはそのサンプルとなる微生物の存在が確認されていてな、それを操作する抑制薬、そして促進薬の開発データは製薬企業にとっては垂涎の代物だ。だからそれを高値でとある外国へと売り渡し、莫大な富を築き上げる。それが俺の先生が見つけ出した金の鉱脈だ。それが、それを取り仕切っている企業がローウェル社なんですか。ローウェル社なんて単なる相手国の受け皿企業だよ。開発データを要求したのはもっと上の公的機関だ。だから13年前の事件発覚の時も、そして9年前の厚生省官僚逮捕の際にも、流出した医療データはついに発見されなかった。
千葉先生はローウェル社を通じて危険性が高いままに製造された新薬、あるいは新薬の許認可を得る前の薬剤を国内へと持ち込ませていた。そして何も知らない患者たちに処方して、その臨床実験のデータを莫大な報酬と引き換えに売り渡していたのさ。それが過去のローウェル事件の真実。いや、違うな。今もなおその裏取引はルートを変えて継続している。そんな。日本は実験施設ではありません。そして患者たちはモルモットじゃない。それを認め仲介して、さらなる悲劇を引き起こす火種を作りながら、あえて見て見ぬふりをしている死の商人たちの存在は、あなたが最も嫌う人種だったはず。なのにどうしてあなたはその連中に加担を。突き止めるためさ。それと敵討ちだ。敵討ち。お前には関係のないことさ。なあ、見ない。お前はこの件から早く手を引いた方がいい。どこまで調べてもお前たちだけでは立ち向かえない。いや、この国の合法的な機関では絶対にかなわない相手だ。そんな奴らに逆らうなんて、それこそ無謀だよ。それがあなたの正義ですか。強い者にはへつらい、弱い者を虐げる、そんな世の中を一番嫌っていたのはあなたじゃなかったのですか。なら聞くが、お前はこの後どうするつもりだ。苦労して立ち上げた捜査本部に今回の捜査内容を報告する。そこまでがいい。だがな、選挙公示前とはいえ、代議士の汚職を追及し逮捕する権限は警察にはない。なぜなら警察は公安も含めて政治家には逆らえない立場に置かれているものだからな。官僚、警察、軍隊、歴史を紐解くまでもなく、国家を保全するそれらの機関が民衆側に立った例はゼロと言ってもいい。法律も権力者の支配に都合よく構成されて、真面目な倫理と道徳を持つ者ほどアホを見る。民主主義なんて所詮は強者が弱者を従えるための方便。お前たちはそのための道具でしかないのさ。そんなことはありません。私たちは公僕、この国に住む全ての人の権利と暮らしを守るための存在です。政治家の私兵集団なんかじゃない。綺麗事を言うな。何も分かっていないくせに。お前だって本当は何度も何度も押さえつけられて、へこまされて、いい加減うんざりしてるんだろ。言っておくがな、ミナイ、俺はお前以上に汚い世界をこれまで見てきた、見せられてきたんだ。リコのためなら他人の命など平気で見捨てる連中、嘘を並べ立てることに全く罪悪感を持たない卑怯者ども。そのくせ奴らは国とか天下とかいう言葉を多く面もなく大義名分にして、自分のエゴを正当化して開き直る。バカバカしい。何が誰々のためだ。あいつらが見ているのは自分の懐だけじゃねえか。塚田さん、俺だったら
俺だってどうにかしたい。少しでもいい方向へと変える何かをしたいとずっと思ってきたさ。でもな、この国のお偉い方はずるくて汚くて白状者ばっかりだ。自分の物欲と名誉欲を満たすことだけしか考えていない。たとえ友人でも家族でも平気で蹴落とす。だったら俺もそう生きて何が悪い。それを批判できるほどお前は公明正大に生きてるって言い切れるのか。お前はいいさ。自己満足に生きて正義の皆に陶酔して、たとえ失敗しても仕方がなかった、でも事件は他にもあるからこの次頑張りましょうで通用する。だがな、俺たちの世界は力こそ正義で、そして競争から脱落した者は二度とは這い上がってはこれない。理想を実現するには力が必要だ。そのための手段を選ぶ余裕なんて俺たちにはあるものか。それがあなたの結論ですか。あれ？あ、そうか。なんだ。そうなんだ。そういうことか。何？嘘なんでしょ、塚田さん。本心ではそんなこと考えていないんでしょ。どういう意味だ。おかしいですよ。肩書きを得るためなら信念を捨てるなんて。理想を何よりも大事にして、それを実現するための苦労と困難を知っているあなたがそんなことを言うはずがない。だってあなたの目標は政治家になることじゃなく、政治家になって何をするかだって言ってたじゃないですか。見ない。私はあなたがどれだけ無欲で潔癖な人だったか知っているつもりです。だから本当に政治家に失望したのなら、あなたは政治家ではなく他の道を選んでいるはずです。理想を叶えるための職業が政治家だけであるはずがないんだから。確かに最初はあなたを疑いました。そして事実を告げられた時は驚いたし、あなたに絶望しそうになりました。だけどあなたが私に近づいたのは警告じゃないんでしょ。だって
わざわざテレビドラマ見たく、そちらの事情を話す理由ないじゃないですか。やっぱり変わってないな。あなたは何をしようとしているんですか？そしてどうして私に近づいたのですか？私に疑われること、失望されることを覚悟の上で。塚田さん、あなたにとって私はまだ頼りない後輩のままかもしれない。ですが、私も生きる覚悟と責任というものを、これまでに少しは学んできたつもりです。だから、お願いします。私を、信じていただけませんか？ザーク。未来。変わらないな。お前は本当に、そこまで俺のことを信用してくれたやつは、大学にもいなかったよ。塚田さん。なんでかな。昔から俺のことを、いろいろ悪く言うやつは多かった。だけど、お前だけはなぜか、いつも味方になってくれてたよな。それに、俺が裏で考えてることも結構見抜いちまうんだ。なんでだ？好きだったから。いえ、それ以上に尊敬していたからだと思います。両親の事件があった後、みんな心配はしてくれたけど、腫れ物に触るような扱いでした。まして雑誌でありもしないことを書かれるようになってからは、仲の良かった友達まで距離を置くようになっていった。でもあなたは違いましたよね。未来は、あんな事件があった後も、妹さんのことを心配して、人前では辛いとか悲しいって顔を見せなかったからな。おまけに、妹さんのために部活を辞めて、進路まで変更して、本気ですげえと思った。だから俺も、対等に付き合うのが礼儀だと考えたんだ。あなたはもともと、妥協が嫌いな人だった。会議でも適当に決まるのを何よりも嫌っていたし、自分の主張をどこまでも貫いて、よく協調性がないと言われていましたよね。でも言っていることはいつも信念があって揺るぎなかった。日本人には嫌われるタイプでした。確かにそうだったかもな。もし。
もしもという言葉を許せ。もしもあの時お前と本気で付き合う勇気を持って前に踏み出していたら、こんなことにはならなかったかもな。恨むよ、神様を。あ、塚田さん、これ保険だよ。この先俺に何かがあったら使ってくれ。何かって？お前ならわかると信じてるなあ、見ない。え？血が流れずに済めばそれが一番なんだよな。俺も今はそう思うよ。とりあえず送るよ、あの車だから。はい。どうしたんだ、ミナイ。え？あ、いえ、すみません。気のせいだったみたいです。見ない。まさか俺が、お前を殺すとでも思ったのか？え？それは、その。まあ、そう疑われても仕方ないよな。本当は俺、お前の様子を伺ってくるように言われてきたんだから。そうなんですか？千葉明彦は、実はお前さんの存在を一番目障りだと思ってる。ある意味で、恐れてもいるな。だから動向を調査して、場合によっては口を封じろってな。だが、あいにく俺はそんなのごめんだ。だったらせめて、お前が俺に剣をして、捜査自体に興味を失えばいい。そう思って、あんな風に脅しをかけちまった。ひどいことを言って、すまなかった。いえ、それはもういいです。むしろ塚田さんが昔通りで安心しました。なあ、見ない。俺も最後に、この運命ってやつを、信じてみることにするよ。正直、どこまでやれるかはわからんし、お前まで巻き込んでしまって、申し訳ないと思ってる。だが、お前ともう一度会えたことを、俺は前向きに捉えたい。塚田さん。ただ、見ない。俺のやっていることは、間違いなく悪事への加担だ。自分でも、法に照らして許されるものでは決してないと、理解している。だから、その時が来たら、遠慮は無用だぞ。はい。
いいですね。昔の恋心復活ですか？どこ？おや、気づきましたか、次長。いや、未来のお嬢さん。さすが、アルコールに強いだけありますね。まさか目を覚ますとは思いませんでしたよ。花田君。どうも、こんばんは。目覚めの気分はいかがですか？どうして。ああ、気をつけた方がいいですよ。あなたは飲みすぎて泥酔ってことになっているんだから。下手に動くと余計に酔いが回って気分が悪くなるだけですよ。泥酔。大丈夫です。まだ生きてますよ。どうやら秘書さんの方はそれほど酒に強くなかったようですね。ま、普通アルコールを血管に注射されたりなんてしたら少量でも一気に酔っ払っちまうんですが。酒を飲みすぎて酔いざましに港を訪れたもののハンドル操作を誤って海に落下。警察官なのにダメだな。ちゃんと注意してあげないとダメじゃないですか。貴様。ああ、ドアを開けようとしても無駄ですよ。この車、ちょっと細工させてもらいましてね。いくつか部品を外させてもらいました。ま、ガラスを叩き割れば出られないこともないですが、
酔った状態でそれができますかね。だから無駄ですってば。とりあえずおとなしくそのまま寝ていた方がいいですよ。その方が溺れる感覚も少なくて楽に死ねます。冗談じゃない。やれやれ、しぶといお嬢さんだ。ミナイさん、あんたはやりすぎたんですよ。気が触れておかしくなった奴らだけを取り締まってくれていれば、いい目くらましになってよかったんですがね。薬の存在に気づいちまったんじゃ、もう仕方ない。俺としても、あんたのことは結構気に入ってたんですよ。でも、ま、上からの命令です。悪く思わんでくださいな。上って、誰よ。正直、答える義務はありません。と言いたいところだが、メイドの土産だ。誰に殺されるかわからんまま死んで、化けて出られるのも勘弁ですからね。そこの秘書さんがお仕えしている先生様ですよ。まさか12年前のローエル事件捜査で私の両親を殺したのも千葉の手のものか。ま、そうとも言いますかね。だって殺したのは俺なんですから。に長年追ってきたご両親の仇をその目で見た感想は。貴様。さて、おしゃべりの時間はおしまいです。このままあの世に行くまでの短い時間、恋人とのドライブを楽しんでくださいな。海の底への直行便ですよ。では、ごゆっくり。
大したものですね。ま、力を入れればその分アルコールが全身に回る。無駄なあがきだと思いますが、心ゆくまで頑張ってくださいな。俺は忙しいんでここで失礼します。花田、さようなら、お嬢さん。あなたの理想論はなかなか素敵でした。天下の大臣に一泡吹かせたそのガッツに乾杯。塚田先輩、起きてください。塚田さん、願い、起きて。塚田さん、このままじゃ、このままじゃ。死ぬの？私、ここで、こんなところで。なんで、なんであなたが？ミナイさん、後ろ！後ろのドアです！打ち破って！ナムアミダ仏か。ご両親と同じ末路をたどるのも運命ってやつですかね。